どうもハルです。ということでですね、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ということで、今回はですね、こちらのパニパニというゲームをやっていこうと思います。まず、ハルのゲーム実況チャンネル的、パニパニスーパーポイント丸1、名前がいい。みんな、パニパニってさ、名前良くないか。なんかね、なんだっけ、パンデミックス、アーダコーダパンドラナイトみたいな、なんかそういう、なんか名前の、まあ、略称として、パニパニと。まあ、なってるんですけど、名前がいいよね。言ってるだけで口が気持ちよくなるようなこの名前、パニパニということで、そちらのパニパニを今回、まあ、ご紹介していこうかなと思います。ということでですね、今回のこちら、開発データでプレイしてます。じゃあまず、まあ、こちらのゲームどういうゲームかっていうと、まあ、こんな感じで、まあ、横スクロールアクションなんですよね。これなんか、ソシャゲなのか分かんないけど、まあ、ジャンルとしては、まあ、MMORPG なんですけど、今回、開発データでプレイしてるので、他に人がいないので、ぼっちというわけで、まあ、多分、アプリ入れればね、多分、大勢人がいるんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、横スクロールアクションで、まあ、こんな感じで、まあ、敵を倒しつつ、まあ、プレイしていくと、まあ、こういうゲームになっております。はい。こんな感じでね。あ、ちなみにこれ、一回ポチって、タップで攻撃始めるんですけど、一回タップしたらもう連打しなくていいんですよ。もうその後自動的にオートで攻撃してくれるんで、俺それがいいなと思いました。ゆとり。ビーバーゆとり機能。いや楽だよね。まあ、このように敵も攻撃してくるし、と。で、はい、今出たのがですね、これ、今ここに出たのが、カプセルシステムって言いまして、今出たのが、まあ、カプセルね。これカプセルシステムが結構このゲームのミソになってくるんですけど、こちら、僕が今までゲットしたカプセルが、まあ、このように並んでるんですけど、このカプセルを、敵をね、倒してると、エーテルっていうのが光の玉みたいなのがなんかどんどん出てきて、まあ、それが吸収されるんですよ。でそれが溜まるとこのカプセルが開いてなんかアイテムとかスキルとかがなんかゲットできると、まあ、このねカプセルってシステムは結構な、まあ、ミソになってくると、なんかミソになってくるってもう言いたいだけなんだけどでなんかこういうね採取とかもできたりとかねするんですよ。はい。でこの全部のね世界がこの横スクロールでつながってるっていうのがすごいんだよね。これちょっと感動したわ俺。春のゲーム実況チャンネル的パニパニ感動ポイントその1、横スクロールで全てつながっている。だからこのように敵もね結構な種類いて、なんか空飛んでるやつとか、まあ、でっかいやつとかね、まあ、いろいろいてですね。おい、まあ、しばらくちょっと戦ってみましょうか。ちょっと見せたいものがあるんで。お、来ましたね。これが見せたかった今ピーンってなったじゃないですか。でこれ何かっていうと、スキルが成長しました。ちょっと押してみましょう。ここでこのスキルなんですけど、お、空中の基本がアップしたね。レベルマックスいいね。でこちらのスキルなんですけど、これどういうシステムになってるかっていうと、そのプレイヤーの行動で、スキルが伸びるんですよ。例えば今僕が伸びたのは、この空中の基本ってやつですね。はい、空中攻撃の威力が上昇する。これの成長方法の条件が、ジャンプすることなので、僕が今ジャンプしたことによって、この空中の基本っていう、まあ、スキルが伸びたと。まあ、なんか他にもね、なんかこんな感じで、武闘演武、これもレベルマックスなんで伸びないんですけど、なんか拳、なんか、グローブですね。グローブを装備して、まあ、敵にダメージを与えると伸びるやつだったりとか、この回避することで、まあ、伸びるスキルだったりとか、まあ、こういうなんか、操作によってスキルが、まあ、上がるっていう、これ結構ね、俺なんか新しいなと思って、すげえなと思った。で、皆さん多分、ちょっと気になってるであろう、ここのスペシャル。このスペシャル、まあ、気になるところだと思うんですが、ちょっと今から使ってみましょうか。こちら、イモータルドライブ、これ、奥義って呼ばれるものですね。このスペシャルスキル、成長法、まあ、このカプセルから取得する、まあ、基本的には多分、カプセルから、まあ、取得するものだと思うんですけど、あとでこのレベルをマックスにするとかもあるんだ。うん、とりあえずね、このこちらの、スペシャルスキル奥義ですね、ちょっと使っていきたいと思います。使い方はこちらのキャラクター、右下のキャラクターいるじゃないですか。こいつをこうクニーンってやる。そうすると奥義発動、ドボーン最高。これ気持ちいいよな。これでなんかさ、例えばさ、周りに敵が集まってるとこ一気にドーンってやったりとか、スーパー気持ちいいぞこれ。でですね、走行してる間に左上見てください。こちらのカプセルシステム、何かカプセルに何か変化がということで、敵を倒しまくったおかげでエーテルが溜まって、こちらのカプセルが、オープン可能となっておりますということで、ちょっと一気に、まあ、開けていきたいなと。ちょっと何が出るかちょっとお楽しみって感じなんですけど、ちょっと開けてみましょう。エーテルが満タンのカプセル5個解放する。ルン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 。さあ何が来るか。お、スキルイモータルドライブいいね。あーなるほど、これでこのイモータルドライブをどんどん集めれば、さっきのイモータルドライブの威力が強化されていくと。最高。お、まとめてオープン結果いいね。このウェポン、あ、これ素材ですね。ウェポンオイル、なんだこれ、アーマークロス。はいはいはい、まあ、このように、まあ、素材が、あとこれ金だね。お金も手に入ると。
まあ、こんな感じでカプセルをまあガンガン開けていくことが、まあ、この冒険を進める、まあ、鍵となるのかなと思います。ということで、じゃあそろそろね、クラフトっていうやつを見せたいんですよね。素材集まったじゃないですか。採取とか敵倒したりとか、あとカプセルとかから、まあ、素材がたくさん手に入ったと思うんですけど、それらを用いてクラフトしたいなと思います。で、クラフトどこでできるかっていうと、なんか各地にある拠点みたいなとこでできるんですけど、まあ、そこまで帰るのめんどくさいな、なんか結構距離歩いたし、また同じ道帰るのか嫌だなって時に使うのがこちら、タクシーがあるんです。なんとこのゲームすごくね、タクシーあるんだよ。やばくないか。じゃあこのゼロガーデンタウンに戻ろうか。まあ、お金かかるんですけどね、これ非常に冒険進める上で楽になるんじゃないかと。移動がいいよな、このシステムいいよな。タクシー、タクシーってもなんか響きがいいよな。さあ、ということで帰ってまいりました。こちら拠点ですね。ということで、じゃあ早速クラフトしていこうかと思います。こちらですね。はい、ということで、クラフト画面なんですけど、まあいろいろ作れるのに種類があって、まあ料理とかあと武器とか作れるんですけど、なんか作れるのあるかな。作れるのあるんだけど、素材がね結構ねこれ不足してるんだけど、防具、あ、これ欲しいんだよな。このチアフリニュースボーイ、これさっき言ったS って書いてあるカプセルから出たやつなんですけど、これね、これなんか天の絹糸みたいな超レアそうなアイテム使わなきゃいけないんで、まだ作れないと。これ作れるかな。あ、これ作れるね。じゃあこれ作っていこうか。ちなみにこのクラフトっていうものはですね、この石板っていうアイテムが必要でして、まあ、この石板を入手することが、その各、まあ、装備に石板っていうのがあって、まあ、それを入手することが、まあ、最優先になります。ということで、こちらのシンプルキャップちょっと作っていこうかなと思います。作る。まあ、このように集めた素材でクラフトし、自分を強化し、敵を倒し、素材を集め、クラフトし、自分を強化しみたいな、まあ、そういうのが基本的なサイクルになってくるのかなと思います。装備いいねー。よし、 おしゃれだな。おシャンティーになった。これファッションも、これ MMORPG なんでね、こういう自分なりのファッションをするっていうのも一つの楽しみ方なのかもしれぬ。で、あと一応こちらについても、紹介しておきたいと思います。協力バトル、まあ、こちらですね、まだ俺以外のプレイヤーがいないんでまだできないんですけど、あ、俺これ初めて来るから、なんかこういうイベントがあるんだけど、こちら協力バトルって言いまして、なんかこのパニパニをやってるユーザーで集まって、まあなんかクエストみたいなことをすることができるのかな。僕もまだやったことないんで、ちょっとあんまりわかんないんですけど、まあこちらで協力バトルに参戦することができると。あ、てかここで説明してくれるから、あ、ここで見よう。パニパニいる他のガイアさん、まあガイアスっていうのはあれですね、まあ、プレイヤーみたいなもんですね。うん、普段手に入らないようなアイテムが手に入ることもある。で、協力バトル一緒に攻略する人が多いほどドロップチャンスが増える。なるほどね。はいはい、大人数、まあもうこいつが、もうこの子が全部説明してくれるので、僕が語るあれもないんですけど、はい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 、まあこういうマルチプレイ要素もあると。で、最後に、ちょっとやってみたい、やってみたいっていうか、ちょっとご紹介したいものがありまして、こちらの、パニパニダンジョンっていう要素があります。ダンジョンを攻略することによって、まあなんかいろんなレアなね、アイテムとか手に入れることができるんだけど、そこのダンジョンにはね、強力なボスがいるんで、ちょっとそいつを今から張っ倒しに行こうかな。俺の拳で倒しに行きます今から。拳で。これ朝とか夜のあれだね、俺今気づいたけど、朝とか夜の概念もあるんだね。これによってなんか出る。あー、けこれダンジョンですね。もうなんか喋ってるけどごめん、なんか俺声かぶせちゃって何も聞こえなかった。ということで、ダンジョン入っていきましょうか。イン緑竜の洞窟、確実に読み方が違うけど、まあ行ってみましょうか。気をつけて進まねえとな。で、こちらのダンジョンですね、何が違うんやって、普通のフィールドの何が違うんやっていうと、まあ、時間制限があるとか、あとね、このスキルの、なんつうの、このスキルの確認がなんかできなかったりとか、なんかそういうなんかダンジョンの中でちょっと制限があるんですよね。あと回復できないからね。そう、回復できないから、あとタクシーとかもそう使えないんだよ。で、このダンジョンクリアするまではこのダンジョン基本的には出れないと。出て回復してから、そこから再挑戦みたいなことはできないんで、もうぶっつけ本番ですね。よし、受けていくと。 OK、 いいね。さすが俺の拳強い。ボイーンと上がって、よいしょ、ほい。で、ここに壁があるんで、こいつらを倒さないと開かないと。避けていく、天才、ほいほい。冷静にな、冷静に避けていくと。よーし、 OK、 先に進めるようになったと。いいね。お、宝箱、トゥルルルルン。あ、この
先ボスですね。果たしてどんなボスが待ち構えているのか。回復しときましょう。これ食事の要素もありまして、このおにぎり、これクラフトで作れるんですけど、こういうのを食べることによって、まあ、回復もできちゃうと。さあ来たボス、ドゥーンドゥーンボスバトル。果たして出たBGM かっこよ、やば、鳥肌。じゃあ戦っていきましょう。避けていく。おい、オッケー、ナイス。冷静に、こう冷静に、冷静に戦っていこう。くるくる。あ、これはね、逆にこっち側に行った方が良き。よし、オッケー。不発。オッケー。あー、ダメージ受けちゃうから。あ、こういうね、なんか敵もこうやって奥義使ってるんですよ。ただこうやって攻撃を続けることによって、このように解除することができると。あ、これ不発パターンかな。オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。こいつアホだ。あ、やばい。よーし、オッケー。お、これ奥義をこのようにキャンセルしていく。うまい、非常にうまい。敵の背後取っていこうか、積極的に。バカめ、そっちには誰もいない。よし、いけるぞこれ。あ、ちょ、あー、ちょ、痛い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 。よしよし、いける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 、ゴーゴー、ういーい、よいしょー。やったな。お、オリジアエナジーゲッツということで、ボス討伐しました。さあ、これでダンジョンクリアかな。はい、お、回復できた。ドゥルルン、ドゥルルルルルン。ということで、ダンジョンクリアです。多いね、めっちゃもらえる。やっぱダンジョンは積極的にクリアしていった方が多分いいな、これな。そしたら、ちょっとタクシーで戻りましょうか、タクシーで。ヘイ、タクシー。そんな金もかかんないんでね、積極的にもう全然、バンバン呼んじゃっていいと思います。ということで、いかがだったでしょうか、今回こちら、パニパニ。なんかね、ストーリーもちゃんとあるんで、今回ね、尺的に、尺的にっていうか、なんかちょっと、動画の構成的にあんまりなんか紹介できなかったんですけど、ちゃんとストーリーもありまして、まあ、さらにこれに、まあ、RPG、MMORPG なんでね、オンラインで、まあ、みんなとでやることもできるんで、非常に面白いゲームだと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。